はい、皆さんこんにちは。 TV グルーヴ清水雄一です。山崎小麦です。はい、ワンリーグルーヴの時間がやってまいりました。はい、今日のテーマはこちらになっております。はい、2015年上半期ワンダイレクション重大ニュースです。はい、上半期まとめてしまうんですか。ですよ。結構ね、いろいろありましたよ、この上半期。山あり谷ありで、いいニュースばっかりじゃなかった。本当にいろんなことがあったので、うん、まあ、ここでね、はい、こう10位から1位までっていうこの重大ニュースとしてご紹介しようかなと、うん、はい、思います。いろんな事件もあったし、ちょっと暗い感じにならないですか。まあ、なんとか大丈夫なんとか大丈夫大丈夫ですよ。はい、それでは早速10位からいってみましょう。はい、第10位はこちらです。新香水ビットイーアス発売決定です。はい、はい、いいニュースですね。はい、はい、今までもいろいろ出してきてるでしょ。そうなんです、うん、はい、今まで3作出してまして、はい、1作目がアワーモーメント、2作目がザットモーメント、3作目が U&I、そして今回が4作目となるビットイーアスの発売が決定しました。なるほどね。はい、まあ、手元に今ね U&I があるんですけど。そうなんですよ。はい、これね、すごくとても甘い香りでね、甘い香りですごくいいんですよ。容器も可愛くて、はい、はい、で大体そうテーマがピンクなんですけどね、新作もちょっとピンクを基調にしてて、うん、はい、おしゃれなスタイリッシュなデザインになってるみたいです。いい匂いです。はい、いい匂いです。はい、はい、では次行ってみましょう。第9位はこちらになっております。リアム・ペイン恋人ソフィアとラブラブです。はい、またいいニュース、いいニュースが続いております。序盤好調、はい、です。はい、そうなんです。まあ、2人はね、安定のカップルという感じなんですけど、はい、最近だとフロリダのディズニーワールドとユニバーサルスタジオにね、うん、デートに行ったりとか、まあ、ツアーもねソフィアが一緒に同行したりしていて、はい、もうちょっとラブラブが止まらないっていう感じですね。なるほどね、はい、結構そういうテーマパーク好きなのかな。そうです ね、まあ、リアムも少年ですから、ね、日本の USJ も行ってたもんね。そう、ハリポッターが好きでね、そう好きみたいです。はい、なるほど。では第8位いってみましょう。こちらになっております。ゼイン&ペリー結婚に向けてまっしぐらでーす。はい、いいですね。そうなんですよ、うん、最近だとね、はい、そのもうゼイはワンディを辞めて、うん、ペリーとのプライベートの時間を大事にしているみたいで、う、はい、そう、新居に引っ越すんじゃないかとも言われているんですね。すごい豪邸なんでしょ。そうなんです。今住んでるのももうね、なんか4億ぐらいするって言われてるんですけど、はい、また新たに、はい、今度は 5.6 億円 5.6 億のちょっともっとさらに豪邸に引っ越すんじゃないかと。すごいね。そうで、それでやっぱ将来的にね、はい、今後子供ができたりとか、そういう家庭を築く上で新居に引っ越すんじゃないかと、うん、はい、言われていますね。はい、はい、では7位いってみましょう。こちらです。ハリー・スタイルズ噂のモデルと破局シーン、またシングルにです。はい、イエーイ。イエーイじゃないですよ、これ、はい、結構ネガティブなニュース、ね、出ちゃいましたけど、やっぱハリーファンとしてはね、うん、ハリーがシングルって嬉しいんですけど、うん、まあ、実は最近まで、うん、ビクトリアス・シークレットのモデルである、はい、ナディン・レオポルドっていうモデルさんとね、うん、付き合っていたんじゃないかと言われていたんですが、はい、まあ、オン・ザ・ロード・アゲインツアー、この世界ツアーが始まる前に、うん、はい、破局したと言われていますね。はい、なるほどね。はい、その後は特にはね、噂はなく、はい、まあ、シングルをね、はい、貫いてるみたいですよ。ね、はい、うん、まあ、ファンにとっては、まあ、ある意味朗報っていうことかもしれないですね。うん、そう、みんなで取り合いです、はい、ハリの。なるほど、では第6位に行ってみましょう。こちらになっております。ワンダイレクション解散の危機です。ほら、ちょっと雲行き怪しくなってきましたよ。ちょっとね、ここから怪しいですけど、しかもすごい物騒じゃないですか。ちょっとね、はい、批判殺到しそうですけど、これどういうことだったんですか。まあ、全員が脱退して、はい、まあ、4人になったじゃないですか、うん、ダイレクションは、はい、その4人になって、うん、今後やっていけるのかとか、はい、今後どうなるのか、解散しちゃうんじゃないか、うん、とかね、来年はこのツアーが終わったら、ね、ちょっと休止するんじゃないかなって、いろんな噂とか、うん、記事が出たんだよね。そうなんです、はい、ザサンからね、そう記事が出て、なんだろう、今のツアーが終わってなんかアルバムを出したら、その後まあなんかね、休止にするな、入るんじゃないかみたいな記事が一回出たことがあって、ね、まあ、それでファンがちょっと騒然としたというのがありましたね。まあ、でもね、その後リアムが、はい、いや、僕たちはそんなことないよ、これからもワンダイレクションとして頑張っていくよって言っていたので、はい、うん、まあね、ひとまずね、これはまあ大丈夫大丈夫と、はい、あくまでゴシップに過ぎなかった、はい、ということでしたと。でした。はい、はい、あ、よかったよかったよかった、はい、来たんすよ。はい、じゃあまだ大丈夫そうなんで、はい、はい、続いていきましょう。第5位はこちらになっております。
ナイル・ホーランがアリアナ・グランデとロマンスです、はい、これはなんかいいですね、はいはい、もうビッグカップル誕生かと言われていて、うん、まあ、それが何でかっていうと、ある時、はい、こうナイルとアリアナが一緒にパーティーしたんですね、共通の友人たちと、はいはい、で、まあ、仲いいなとか、うん、ナイルがアリアナのライブ行ったりして、うん、すごい仲いいなって言われてたんですけど、はい、その後にですね、はい、そのアリアナが泊まってるホテルにナイルが行く現場がパパラッチされ、うん、もしかしてみたいな。そうそう、でなんか朝まで出てこなかったんでしょ。そうなんですよ、これはやばいぞやばいぞやばいぞ、やばいぞみたいな湧き立ったわけですよね、はい、そう、いよいよすごいスーパーカップルの誕生かと湧き立ったわけなんですが、ね、その後どうなったんですか。その後、はい、アリアナがちょっとあるビデオでですね、うん、私はビッグショーの元カノでもないし、うん、ナイル・ホーランの 新しい彼女でもないわ、うん、って言ったんですよね、うん、まあ、ちょっとね、微妙な否定の仕方ではありますけどね、うん、ビッグショーの元カノだしね、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 それは事実ですけどそうそう、うん、まあそう言われたくないっていうですね、はい、意図はそうなんですけど、うん、まあ、一応その後はね、特に話を聞かないので、まあ、本当にね、遊んでただけなのかなみたいな、もやもやっと、もやもやっとして、ね、でもまた今後は分かんないですけどね、はい、そんなことが、はい、ありました、ありました、はい、では第4位に行ってみましょう。こちらです、ノーティーボーイ VS ルイの仁義なき戦いです。あ、はい、こうすごいまた物騒なニュースが出てきましたよ。これはやばかったですね、はい、まあ、もともとその全員が辞めて、はい、その全員はノーティーボーイ、音楽プロデューサーのノーティーボーイと親交があって、はい、うん、今後ですね、その全員はソロとしてノーティーボーイと活動するんじゃないかと言われているんですけど、はい、またノーティーボーイがちょっとね、うん、ちょっとこうトゲトゲした人で、うん、だから全員を救ってあげたっていうんですよね、うん、マンディから、はい、それに対してもルイが激怒して、うん、なんかそう大人げないみたいなので、はい、そういうやり取りバトルが繰り広げて、うん、繰り広げられ、うん、何回も何回もね、それが止まらなくなっちゃったっていう事件がありました。ありましたね、はい、はい、まあ、仲直りはしてないんですけど、一応収まったっていう感じは、はい、まった、まだね、はい、くすぶってる感じあるかもしれないんで、また今後ね出てくるかもしれないですけど、また揉めるかもですけどね、うん、はい、はい、まあ、この戦い引き続き注目していきたいと思います。はい、はい、では第3位に行ってみましょう。と前に、お、その前に番外編そうなんです、はい、ここでちょっと番外編、これまたなんか どうなんですかね、ちょっとドキドキしますけど、はい、はい、行ってみましょう。こちら何かと言いますと、はい、ワンディーワールドフェス開催、ワンディーグルーヴスタートです。あ、これは、はい、良、はい、かったですね、ありましたね、はい、そう、ワンディーワールドフェスはね、今年の2月に東京と大阪で開かれた、はい、まあ、ワンディグッズの祭典だったんですけどね、はい、はい、まあ、毎日たくさんのファンに来ていただいて、はい、まあ、いろんなイベントもありましたし、はい、うん、フラッシュモブとかもね、あ、フラッシュモブとかあって、あと大阪の方でも開催されて、はい、行きましたよね、大阪まで。そう、行きました、はい、大阪遠征も行きましたし、はい、うん、で向こうのファンとも交流できてすごい楽しかったです。良かったです、はい、うん、でそのね、この、まあ、ワンディワールドフェスの会場で始めたのがこのワンディグルーヴ、はい、なんですよね。まあ、当初はまあ期間限定の企画だったんですけど、はい、まあ、なんとなくね、こう楽しくなってきて、はい、まあ、ファンの方からも少しお褒めの言葉もいただくこともあって、はい、まあ、こうやってスタジオに戻って続けているということ で、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、はい、はい、本当に良、まあ、かったですね、番外編、番外編ですね、こんなこともあったと、はい、わ、はい、かりました。じゃあ、ランキングに戻ります。続いて第3位ですね、はい、こちらになっております。はい、おしどりカップル、ルイ&エレノアが破局です。はい、これは悲しいですね、これ結構ショッキングですよね。そうなんですよ、ね、はい、ルイとエレノアっていうカップルはですね、はい、もう4年近く付き合ってたんですね、はい、もう誰も憧れる、はい、もう本当に素敵なカップルで、はい、もう仲良くってラブラブで素敵だったんですけど、うん、で多分日本公演の、うん、前ぐらいに別れたんじゃないかなと言われていまして、うん、なるほど、はい、その後、まあ、ルイはシングルになったんですけども、うん、タイで遊んだりとか、結構最近だとナイトクラブにね、はいはい、毎日のように行ったりとか、うん、はい、ちょっと変わってしまったんですよ。まあ、ちょっとやけになってるのかもしれないですよね。そうそうそう、うん、まあ、シングルだみたいな、うん、なんかもうエンジョイしまくってるって感じなんですよね、はい、なるほど、でも本当にそう素敵なカップルだったので、はい、残念です。はい、はい、ちょっとまた雲行きが怪しくなってきましたけど、はい、ちょっと嫌な予感がするんですけど、そう、はい、嫌な予感です、はい、第2位はこちらになっております。全員マリック突然の脱退です。出た、はい、やっぱり
やばいですね、はい、これは衝撃的な、本当に衝撃的なニュースで、突然でしたからね、はい、ツアー中に全員がこうちょっとタイで女の子が遊んでるのがね、はい、パパラッチされ、はい、そこですごい非難を浴びたわけですよ、うん、全員は、はい、そこからちょっと精神的に落ち込み、うん、ツイッターでもこうちょっとネガティブなことをつぶやいて、はい、でなんか結局最後はですね、うん、僕は普通の22歳に戻りたいと宣言し、うん、はい、脱退したんですね、突然ね、突然、うん、もう本当にねファンは騒然となって、うん、ね、こうなんか泣いてるファンの動画とかがいっぱいね、うん、公開されたりとかして、そうなんですよ、うん、もうみんな私も泣きましたもん、はい、一日も泣き崩れで、はい、もうショックで、はい、TV グループの方でも、まあ、それがまあ大反響で、うん、まあ、その全員 その人気記事のベスト10がもう全部全員で、全員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 ペリー全員全員マイリーサイラスポロリー全員全員みたいな、なんかほとんど全員になっちゃったみたいな感じになりました。本当、はい、でもね今脱退して、まあ、普通の22歳になるって言いつつ、うん、はい、結構ファ雑誌の表紙を飾ったり、うんね、音源が出たりですね、うん、まあ、今後ソロ活動するかもしれないって言われてるんですよね。そうだよね、はい、だからまあその辺のこう表現意欲とかっていうのはあるんでしょうね、うん、はい、ただまあ後でいろいろ証言で分かってきてるのは、まあ、ツアーが結構しんどかったって言ってますよね。そうですね、うん、かなり精神的に来てたっていうのは、確か日本公演もね、はい、その日に当日に来てそのままコンサートやったりとか、そうそう、うん、本当多忙だったと思うので、やっぱり、うん、全員繊細だからね、ちょっとそういう部分が大変だったんだと思います、うん、はい、まあ、今後の、ね、全員の活動にも、まあ、注目していきたいなとは、はい、思っております。はい、2位が脱退でちょっともうねちょっと落ち込んじゃったんですけど、そうちょっと、ね、大丈夫ですか、やっぱりこの企画大丈夫ですよ、はい、次は大丈夫、はい、次は盛り返してくれると、はい、はい、はい、それでは行ってみましょう。2015年上半期ワンダイレクション、重大ニュース、栄えある第1位はこちらになっております。ワンダイレクション来日公演で20万人を動員、うん、よかった、はい、来日しましたからね、はいはい、よかった、これはね盛り上がりましたよ、すごく本当にもう1年以上ぶりの来日だったので、うん、本当にファン待ち望んでいたのと、はい、今回大阪2公演東京4公演という、ね、大阪は初めて行ったから、そうなんですよ、ファンは嬉しかったですよね、すごく、うん、で全部で6公演もねやってくれて、うん、20万人を動員したと、はい、私たちもね行きましたからね、行きまして、本当にね、特に大阪の熱気はすごかったですよね。そうですね、やっぱり、うんうん、まあ、その来日公演初日っていうのもあって本当に盛り上がってて、はい、うん、まあ、本当 1D もねステージも最高で、そう、そういつ行ってもすごいクオリティが高くて、そう、ね、いつが良くていつがダメとかそういうことも一切ないんだよね、いつ行っても大満足のステージで、うんうん、で日本語もね披露してくれたりとか、そうそうそう、本当いっぱい披露してくれて日本人としてね、うん、めちゃくちゃ嬉しかったです。そうですよね、はい、まあ、あとね全員が辞めたっていうこともあって、うん、5人でやった貴重なコンサートのね、そうなんですよ、まあ、最後の姿だったっていうことでね、それもいろんな意味でちょっとね意義深いというか、うんうん、本当にそう思います感じで、うん、まあ、本当にいいものを見させてもらったという感じですよね、本当最高でした、はい、それではランキングを振り返ってみましょう、はい、こうなっております、はい、はい、ね、盛りだくさんですね、まあ、盛りだくさんだしね、はい、結構物々しいなんかね、うん、ちょっとネガティブなニュースも多かったといえば多かったんですよ、うん、はい、でも半年でこれだけの事件がね、うん、いっぱい起こるんだなと、はい、やっぱ 1D はね世界の 1D だなと思いますね、いい意味でも悪いでもすごくね、まあ、アクティブで、はい、いろんな人にも世界中から注目されてる、ね、というのは間違いないし、まあ、人気があるからこそですよね。そうですね、うん、はい、まあ、下半期もね一体どうなるのか、そうですね、アルバムも出るしね、はい、そうどうなるのか楽しみですね。そうですね、まあ、一つ節目だったとも言えますし、うん、まあ、ピンチも切り抜けたということでね、はい、ここからまた頑張っていってもらえればファンとしては嬉しいので、うん、そうですね、5人から4人になったけど、うん、さらに絆も深まって、はい、すごいこう団結力も、ね、うん、強くなったので、はい、これからも活動に期待したいなと、はい、思います。そうですね、うん、はい、でまた来日してほしいです ね、 ぜひ ね早く来てほしいはい、わかりました、はい、ということで 1D が続く限りこの 1D グループも続けてまいりますので、そうです、はい、はい、皆さんこれからも応援していきましょう、はい、はい、では今日はご視聴ありがとうございました。また会いしましょう。はい、バイバイ。